こんにちは、基盤インターナショナルの田中です。えー、今回は井上いのやん孝彦先生の、えー、ドラム講座、そのまんまフィルイン練習帳ということなんですけれども、先生。はい。これはどんな、こんにちは。ああちは私がでい、井上でん。はい。本当言わなくても分って、わかります。はい、お、はい、有名になって。おりますでも、初めての方もいらっしゃいますので、はい、よろしくお願いいたします。な、なですか。はい、えー、今回、の講座はどんな方を対象とした、どのような講座でしょうか。うん、まあ、あの、タイトルが、そのまんまフィルイン。はい 練習,ってまあ、練習を、ねはいえー、そのままやれば、はい、もうなんていうの,あのフィルインに使えますよっていう、はい、例えばあの基本練習っていうのあるよね。ありますす、ね、基本練習をやってそれが何ですか 俺が言うところのです、ねはい、インプットっていうものがあって、はい、その基本練習をして、はい、もう本番で華やかなアウトプットにつながるんだよっていう応用編、はい、そこにつながるためのインプット練習なんだけど、はい、インプット練習的なものをしながらそのままアウトプットになるよっていうことなんですけども。 それが意外とねみんなは声が高くて、はい、もっとなんか実際に実践に使えるやつを教えてくださいとかねあなるほど結構多かったのでじゃあちょっと考えましょうと思って考えてきたやつなんですけども、はい、その対象的には、はい、もうこれねもう、まあ、安くん対象でもいいぐらいな。それであのその基本練習っていうのは実は、はい もう私たち、はい、プロでも、はい、その基本練習は実際はやってるわけあ初心者でもやるしプロの方でもそうそうそうなん,かやなんかできてるつもりなんだよねプロとかある程度ね、はい、上級者は、はい、でもいもう一回やってみるとあれちゃんとできてなかったなっていうのはあったりするので、はい、もう一回まあその。 見直しませんかっていう、はい、例えばもうもちろんプロの人でもこれを一回やってみてほしいわけ、はい、それでもうちゃんと納得ができるんだったらそれでこれは素晴らしいと思うしね、はい、なるほどうん。まあちょっと譜面どんなものかちらっと覗いてみますかはいじゃあちょっと譜面を出してみましょうね。例えばこういうふうに、はいえー、本当にしかし、うん、下手な字ですみませんいやかっこいい味のある <laughs> 落書きもありの それで例えばこの一生説明がこれですよね上の方のね手で演奏すると「タンタント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 ン」ってあったらそれに対してベードラがベードラっていうのはバスドラ足ドドね「タド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 」って足が入ってきた途端に手のせっかくできているものが 崩れ去ってできなくなくるというねわかります、はい、そういうふうなところがありまして、はいはい、でそれを今度は手足のコンビネーションってすごいかっこいいと思うわけ俺も昔なんかかっこいいなベードラとスネアとタムと混ぜ合わせたパターンやりたいなっていう人におすすめのフィルイン練習帳っていうのを書いてきました。はいはい、ということですね。はい、じゃこののフィルインというのはあの元々は自分で 考えるものなんででしょうかそそそもそももいい質問ですねそれねれ、はい、ももちろん自分で考えるんだけど、はい、ある程度、はいまあ、基本があって、うん、そのひな形的なものがあってそれを自分なりに変化させていくというね、はいうん、そういうのでいいと思うのでこれでないとダメっていうのは自由だから、はいはい、フィルインは。なるほどで,で自分なりのそれのまあ言ったら、うん、まあこのプリントはヒントであるということ。なるほど それで例えば1番のところをシングルストロークをトン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 で叩くところを、はい、例えばいろいろ膨らまし方があってフラムにするとか、はい、その間にドラッグ的な左手をつけるとか、はいろいろそれを今回は膨らまして、はい、ゆっくり1つずつのんびりとやっていきたいと思いままますすわ、はい、かりしししした、えー、よろしくおお願願いいます。お願いします